最後の鍵。平次はいろいろ試みましたが、鍵はやっぱり空回りするだけで、どう工夫しても青銅の小箱は開きそうもありません。中村亀菊の持っている鍵から平次は飾り屋に頼んで、万一の時の用意に2つの複製を作らせておきました。その複製には何の間違いもあるはずはなく、鍵が違っているとすれば明らかに中村亀菊の持っている元の鍵が偽物だったことになるのです。平次は全身の血潮が逆上するような心持ちでした。ここまでやってきて最後の扉が開かないようでは、この間からの恐ろしい努力はことごとく水の泡になります。青銅の箱は小さい割にどっしりしておりますが、振ってみるとここにいるよと言わんばかりに、中の大鍵はガラガラと大きい音を立てます。畜生と平次は腹立ち紛れに青銅の小箱を振り上げて、壁の一隅にはめ込んだ巨大な石に叩きつけてみました。小さいくせに小箱は恐ろしく堅牢で、尺に触ることにへこんでもくれません。二度三度繰り返して試みた後、平次は隅にあった石の上にどっかと腰を下ろしました。青銅の小箱が開かなければ、境の大扉を開く真鍮の大鍵が取り出せるわけはなく、真鍮の大鍵がなければ最後の扉は永久に開く見込みがなくなるのです。いや、大勢の力と時間と、そして道具が揃っていたら、この扉を破ることも掘り出すこともさして難しい仕事ではなかったでしょう。しかし後ろには大天狗も左衛門の大きな手が伸びており、孤立無援の平次が真っ暗な地下道の中で誰の手も借りずにこの秘密を解決しようとしたのが恐ろしい間違いのもとだったのかもわかりません。だが事件は5万両という大金に絡む謎であり、人間の命3つまでを犠牲にした凶悪無残な事件でもありました。平次は最初から関係した事柄だけに、これだけは自分の手一つで解決しようとした十手道の誇りをかけたことでもあり、もう一つは人の手を借りるにしても5万両というその頃の人には想像もつかぬ大金を目の前に見せたら、どんな無欲な人でもふらふらと妙な気にならないものでもあるまいといった不思議に根強い気憂を持っていたのです。しかしそれも今となっては力及ばないことでした。つまらない誇りを捨てて引き返して大勢の助力を求めるか、でなければ門跡前から駆けつけてくるはずの大天狗も左衛門に席を譲るほかはありません。この時でした。不意に後ろから足音が近づくと、平次の頭の上を越し目の前の壁をぶって足元にパサリと落ちたものがあるのです。振り返ると隣の部屋への戸は早くも誰やらの手で閉ざされてしまいました。ほっ、拾い上げた平次は骸骨の群像を見た時以上に肝を潰しました。それは一つかみの黒髪で、握ると糊のような血潮がべっとり手につくのです。黒髪は細く長く柔らかで、紛れもなく女の洗い髪でした。手を開くと黒髪を束ねたあたりに紐で小さい鉄の鍵が一つぶら下がっており、それと一緒に細い紙切れに「銭形の親分様へ」と書いてあるではありませんか。筆跡は紛れもない亀菊の細い優しい文字。鍵は一体いくつあるのだ。平次はつい闇の中に小言を言うように胸にわだかまる疑問を吐き出しました。しかしこれは間もなく自分の思慮の浅かったことにすぐ気がつかないわけにゆかなかったのです。試みにその血染めの毛の束から小さい鍵を外して青銅の小箱の鍵穴にはめると、ピタリとあって、蓋は何の苦もなく開けられ、その中には大きい真鍮の鍵が人をバカにしたように粛然として収まっております。その大きい真鍮の鍵こそは間違いもなく
最後の扉を開ける鍵でなければなりません。髪の毛に結んだ鍵は誰が放ったか、そして背後にどんな事件が起こっているか、それを考えないではありませんが、この場合の平次はともかくも最後の扉を開いて、この不思議な事件のどん詰まりの秘密をこの目で見なければ承知はできなかったのです。立ち直った心持ちで大扉の鍵穴を探すために高々と提灯を掲げました。はっ、もう一度平次を驚かしたのは、その大扉の鍵穴のために張った青銅の板の上、六章の色も美しく彫られた文字でした。読み下すと、道は無限地獄に通ず、無縁の者入るべからず、楠木義郎松行と読まれるのでした。だが平次はもうどんな脅かし文句にも躊躇する気はありませんでした。幸い鍵はぴたりと鍵穴に合います。一つ回しただけで平次の前には由井正雪が蓄えた五万両の黄金が、この世からなる無限地獄が展開するのでしょう。がその時でした。銭形の親分、吹きちぎられたような凄惨な女の声が紙幣に異様な響きを伝えて、平次の全身に百石の水を注ぐように聞こえるのです。それは地下遥かに入ってきた空気の異常な圧迫のせいかもしれず、また女が必死の思いで死に物狂いの救いを求めたのかもわからないのです。平次は扉を開く手を止めて、思わず後ろを振り返りました。目の前に五万両の黄金の山があったにしても、平次にとって自分に救いを求める女の命の方が尊かったのです。振り返った平次、高々と掲げた提灯の明かりに三度肝を潰しました。隣の部屋の境の扉はもう一度開かれて、あの骸骨の群像の中に若い女が一人紅に潜んで倒れているではありませんか。しかもそればかりではなく、若い女の元取りを取って引き据えたのは、鼻の高い顔の赤い不気味な怪異の男と見たのは、天狗の面をかぶった人間で、右手には一刀を女の喉笛に臨ませて、たった一月と必死に抗う女の命を狙っているのです。幸い平次は左手に提灯を掲げ、右手に大鍵を回しかけておりました。はっと思う途端に本能的に懐中へ入った手は、用意の指紋線を拾って天狗の面のくせ者へ、ひっはっ。くせ者はたじろいだのも無理はありません。一つは刀を持った拳へ、一つは面の顎を叩き、そして三つ目は思わず仰向いたくせ者の喉仏を見舞ったのです。平次とくせ者の距離はたった三間、指紋線の威力も相当ですが、踏み込まれると平次の実手は江戸中の悪者を震え上がらせている連達な武器です。くせ者は女を捨ててパッと背後に飛びのきました。それを追う平次、飛びついた扉は鼻の先に閉められて、くせ者は宣告まで娘二人が放り込まれていた隣の地下室に飛び込みざま扉を閉めてしまったのです。あかめ、その骸骨の中で仲良く合しろ。扉を隔ててはおりますが、紙壁に響く地下の呪いの声が平次の耳にグワンと響くのです。鍵は扉の向こう側にあるはず。押せどもつけども、栗の大扉はびくともすることではありません。こうして平次と女は完全に骸骨の部屋に閉じ込められてしまったのです。おそらくは本能的に抜け出す工夫に焦りましたが、間もなくそれが無駄とわかると、平次は骸骨の中に倒れた女のところに戻ってきて、明かりを差し寄せるようにその上半身を抱き起こしました。師匠か、やっぱり。予期したことでしたが、この手負い女が踊りの師匠の中村亀菊と見定めるのは、平次には一つの苦痛だったのです。親分、私はあの鍵を放り込んでここから姿を隠すつもりでした。親分の持っている鍵が真っ赤な偽物と親分は気がつかない様子だったので。亀菊は
わずかに顔を上げました。